こんにちは。早速ありがとうございます。今来たらいきなり白土仏教も柿のところへ直行で落ちてる柿を探してます。ちょっと寒くなってきたので柿もどんどん熟して白も仏器も食べるのが追いつかないぐらいです。本当に食べ放題です。もう彼岸花もほとんど終わりになって、いよいよ次は秋から冬の準備をしなくてはいけない時期になってきました。雪虫ね、ここは雪虫はあんまり飛んでるの見たことないですけどね。昨日は、昨日の夜から静岡へまず行って、静岡から朝静岡で車を積み込んで、それからそのまま横浜市内の業者さんへ行って、ちょっと作業をして、それから大阪へ帰ってきたんで、向こう横浜を出たのが夕方の4時ぐらいだったんかな。それからこっちへ帰ってきて、お客さんのとこの自宅へ行ったりして、最終こっちへ帰ってきたのは午前様になってました。ハク、ブッキー、ハク、猫、上上がろう。ほら来た。来た来た。よいしょ。音楽来たよ。おいでおいで。これ鶏さんにあげような。はい。今、ようけ食べてきたやろ。今ね、ようけ牡蠣食べてきたんですけどね、そこでたくさん食べてきてるんですけどね、本当になんぼでも欲しいみたいですね。これはね、ちょっと鶏さんに今日朝もあげたんですけどね、朝といっても今日は朝遅かったんで、みんな待ってはりました。水飲んどいで。ね、熟し加減っていうのも、人間が食べるにはちょっと熟しすぎてるぐらい熟してるんです。かなり柔らかいんでね、もう木から落ちてるやつなんですけどね、今持ってるの。あ、じゃあこれは取ったやつか。
あの子ら行ってしもったからあれやな。やるもん今日ないから。うん、半分ずつ、これ半分ずつ、半分食べて、半分、うん、半分、はい。鶏さんにもな、ビタミンを取ってもらえたから、これ置いとこう。よいしょ。よいしょ。よし。今日昼間ね、1個卵があったんですけどね。よいしょ。はい、あ、これ書き置いといたら、また門限で帰ったら最後食べてくれると思います。ハクが尻尾振って狙ってます。これを彼女は今日一日取らずに我慢できるのかどうか。見たんでもうね、あっこにあんな絶対知ってますからね。水飲んどいてや。キツギムシついてるとね、つつかれますよ。とってもつつかれますよ。つつかれるけどもね、ニワトリさんもわざとハクやブッキをつつくに違うんでね、割と大丈夫みたいです。たくさんね、栗が落ちてます。その向こうに、ハクだったかブッキだったかの足跡1個、じいちゃんが修正するときに残しといてって言って1個残してくれてます。二地獄も残ってます。サンキューありがとうございます。あれどこ行った、みんな折れへんようになりました。あ、おった。あのハクはね、向こうの柿を狙ってます。今日このライブの間、彼女は中にある柿を取らずに我慢できるんでしょうかね。中に柿を2個置いてきました。食べてもいいかって言ってます。食べていいよって言えばね、当然中入って、あー言いに来ました、言いに来ました。食べていいかって聞いてます。武器はね、あんまりそんなに関係ないんですよね。はいはい、今日は昨日もね、あの今日もじいちゃんね来てないんでね、冷蔵庫には入ってません。ハクがすごく入りたそうにしてます。その前にハクが
残念そうに鶏さんが食べてるのを見てます。はい、吐く吐く、入っといで、入っといで、食べといで、また後で持ってくるから入っといで、入っといで。ニワトリさんにはまたね、後でたくさん入れとこうと思います。今ニワトリさん中入らんでもね、外にたくさんあるんでね、お刺身食べてもらいます。食べた、よかったな、食べた。まだそのままちゃんと入れといてあげなあかんよ。あ、今顔つつかれました。アリジゴクが今巣を壊されましたね。あ、この子ハクに怒ってます。なんか今頭をつつきました。ほら怒ってます。柿を取ったんでひょっとしたら覚えてるのかな。散歩歩いたら忘れるはずなんやけどな。君、君あんま叩いてあかんよ。噛みついてあかんよ。ハクちゃん、ハクちゃんつついてあかんよ。気が強い、気が強いというよりも犬が怖いということは知ってるんですけど、ハクとブッキーが本当は強いということを知らないんでしょうね、多分。優しいんで、今まで怒られたことがないんでね。ハクも、ブッキーも一度も、この子らに攻撃したことがないんで、痛い思いしたことがありません。最近この藁についたお米をね、たくさんちょこちょこ入れてるんでね、この中に入ってる玄米、くず米、二等米の玄米ですけども、これがやっぱり
減りが悪いです。こっちにあるもみ殻付きのお米をやっぱり先に食べてるみたいで、今度はねちょびっと今残ってますけども、大体食べてなくなってます。そちらからやっぱ食べてるみたいです。米ぬかもね、普段よりもやっぱ減るのが遅いです。このね、ついてるこのイノコズチ、これをね、ニワトリさんがね、ニワトリさんがこれを食べてます。さっきもちょっとね、遊んできたんでいっぱいついてます。そうそう、あの2年ぐらい前のね、夏の時にあのブッキーが横になってるところ上に乗っかってるのはね、あれブッキーはあのちょっと夏場しんどかったんでね、寝転がってました。そういうことにニワトリさんたちは平気でね、上登って、我が物顔にしてました。まだニワトリさんが遠征に行きます。サワガニをね、サワガニを探しに行きます。あ、サワガニの死んだやつがここにいてるんで、それを食べるみたいです。こっちへ行くとよく切れるんで戻ります。ハコおいでや。仕掛けをもう一遍取りに行きましょう。ニワトリさんの牡蠣も含めて牡蠣取りに行こう。おいで。もうね、大方ゴーヤも多分最後ぐらいになると思います。今できてるのが取れたらもうおしまいだと思います。水は山からのね、湧き水、この向こうに見えてる山のね、中腹ぐらいから湧いてます。だいたい200メートルか300メートルぐらいの範囲内で湧いた水なんで、夏は冷たくて冬は凍ることなく、ぬくいことはないんですけどね、凍ることなく流れてきます。まあ、冬でもさやか水は流れてます。それの町伝説、あれ、こんなとこ、こんなとこにトマトが生えてる、種が飛んできたんやな。伝説とかはあんまり聞いたことないですけどね、妙見山に怖い噂はありましたけどね。妙見山ってあのもともと形状があったとこらしいんですよ。定かではないですよ、私も噂で聞いた都市伝説並みのレベルですけども。で、妙見山越えるのにトンネルがあるんですけども、そのトンネル、今はナトリウム灯がついて明るいんですけど、以前は暗い蛍光灯が何本かあるだけでした。その頃はタクシーの運転手が見てはいけないものを見たとか、自転車で通ってたら自転車の人が消えたとか、いろんな噂だけはあちこちで流れてました。それがね、どこまで本当なのかわからないですけどね。最近はナトリウム灯になって明るくなったんで、そんな噂も聞かなくなりました。今でも出てるけど見えないだけなのか、ナトリウム灯は嫌いだから出てこないのか、ちょっとわからんですけど、とにかく最近は聞かなくなりました。ただね、昔からね、結構歴史は古いとこなんで、石仏もたくさんあって、ちょっともう時代忘れましたけどね、かなり昔のね、石仏があちこち置かれてます。で、石もね、あの、一応いろんなじゃない、石仏を作るのにいい石が出るとこなんでね。あかんよ、あかん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 って吐く。
あかん、あかん。それ置いといて。置いといて、それ鶏さんのな。今もね、食べかけたんですけど、あかんって言ったらね、やめてくれます。はい。うん、賢いな。な、これ食べよう。な、賢かったから食べよう。半分だけな。半分だけ。はい。やるのやったらね、最初からあかんって言わなかったらええんかもしれませんけどね、そうじゃなしに言うことを聞いてくれた時にはね、やっぱ褒美も与えてあげたらいいかなと思って、まあ時々ああいう風にして教えるほどではないですけども、まあったらいいことあるよっていう風にもね、なってくれたらいいなと思ってます。川尻近いですよ。川尻、私も友達いてて、その友達は漁やってます。あかんよ、ハクこれあかんよ、これダメな、ダメな、置いといて、鶏さんのな。こっから車で5、6分、10分かかりません。いつも見えてるあの妙見山って言うてる山の左の方の、あ、ブッキーがね、盗み食いしました。ブッキー、ブッキー食べだろ、ブッキー、ブッキー、ニワトリさんに置いといてって言うたのに、なあ、ハクちゃん食べへんかったよ、やめたよ、ブッちゃん、ニワトリさんにまた続かれるよ、僕耳遠いねんって言ってるかもしれません、聞こえてるくせに。なんか何食べてんの？落ちてるの食べてんの？落ちてんの食べてんのかな？これ硬いな。あかん、それ武器硬いよ。こういう柿に落ちた柿、黄色い洗面器持ってくるべきでしたね。色合いが悪いな。こういう、これ硬い、これも硬い。落ちてるのをね、置いとくとね、ここで発酵してね、最初お酢の匂い、あ、アルコールの匂いになるのか、ブーンとね、アルコールの匂いがしてきて、その後お酢になるんですよ、ここで。酸っぱい匂いしてきます。ハクちゃんな、ちゃんと食べ待ってくれたな、はい、うん、取って取って、はい、ハクのね、パピーの動画もようけあったんですけどね、たくさんあったんですけどね、パソコン死んじゃって、その時にバックアップもあったんですけど、私が失敗して消しちゃいました。ちょっと取ると持つとね、ポロッと落ちるぐらいです。こう今画面の
真ん中の遠くの山、先ほどの川尻っていう方と真ん中が川尻です。この辺りに川尻地区の、上にお寺があって、その下ぐらいに私も友人が住んでます。よいしょ、あげに行こう、おいで、ブッキー。これケロリン違うんですよ。これはね、顔のやつなんです。ケロリンはね、よいしょ、家でケロリン食事用。ほんでこの家にも花王があって、花王は水用になってます。いろいろ、ケロリンはねあんまり意味ないんですけど、私の中で貴重なんで、はい、花王はたくさんあるんで、花王をね普段使ってます。これってついてきます。カメムシが寒いんで避難してましたね。これ取ったらあかんよ。後であげるから取ったらあかんよ。取ったらあかんって、取らんと我慢できるかな。これね、ニワトリさんたち、ああ、こらこらこら、まだ早いよ。誰が毛むしってんの？なんかえらい毛が抜けてますね。毛って言うだからな、羽やな。いる？いる？いらん？吐く、取ってやる、吐く。よいしょ、はい、よくしょ、よくしょ、はい、キムも食べといて、よいしょ、こっちこっちこっち、続かれた、うん、続かれた。
今おつるちゃんが下におる子をつついていじめてました。そうか、顔のことなんや。反応せんでよかった。はい、じゃあ待ってたな。ハクお前2つとも食べたんこれ。ハクちゃん2つとも食べてます。ハク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 、これを見に来て食べてええんやという連想で向こうへ行って、向こうのを食べたハクはやっぱ賢いのかずるいのか。ブッキーは正直でバカがつくのか。はい、ぶっちゃん。あと2個食べたからな。ハクハクハク、あ、取り寄った。いつも柿を取って鶏さんにこないしてやって、食べ残したやつを最後にハクとブキがいつも食べる、まあ習慣というかそういう風にしてるんでね、多分もう食べ終わって私が良さそうな雰囲気を出してたんで、ブッキーも今取って食べたみたいです。いつもね、ニワトリさんにあげて残すんですよ、大概ね。残したらもうその分は最後にハクとブッキーが片付けていくんで、まあそのパターンでもうぼちぼちええんやろっていう感じでブッちゃんも取りました。もうね、食べ、あ、続かれた。続かれた？ぶっちゃん。ぶっちゃん。おつるちゃんに続かれたみたいです。
そのアビね、また多分何かのタイミングでこの塔の下に戻ると思うんですけどね、以前はここでこの塔の下でいつも砂浴びしてました。そのおかげでこんだけ掘れました。アスパラとカキどっちが好きかっていうて、多分並べたらたまたま近くにある方を食べるような気はしますけど、どっちが好きなんでしょうね。甘いカキと甘くないアスパラと、ちょっとどっちが好きか分かりませんけどね。ちょっと上上がろうか。ニワトリさんはそのうちまた帰ってくると思うんで。おう、期待通り今日はいい夕焼けが出てます。山の上上がってちょっと見たいと思います。まだ乗らないよ。野鳥が落ちてるというのは、鳥インフルエンザとかそういう意味でしょうかね。めったに野鳥は地面に落ちて死んでるのは見ません。落ちたら多分野生動物に先に食べられてると思うんでね、あんまり見ないです、野鳥が落ちてるのは。以前は虫よけのネットにフクロウがかかってて瀕死の状態で助けたことは一度ありますが、それはハクがハッコに何かおるって私に言いに来て気がついたんですけど、私とそのネットのところを行ったり来たりして、なんか様子が変やなと思ったらフクロウがネットにかかって、もうほとんど動かなかったんですけどね。でも結局カエルやらいろんなものを食べさせて、割り箸でね、普通に手から食べたんでね、元気になって帰っていったようです。とっても綺麗な夕焼けになりました。本当に見てる間に夕焼けの状態も変わっていくんですけど、今日は肉眼で見たら本当綺麗な夕焼けです。筋状の雲に向こうから日が当たって、フクロウはもうたくさんいますよ。以前もね、
冬から春にかけての動画の中にもフクロウが鳴いている動画も何本か確か入れたと思います。ここのね、あの畑にもたまにフクロウが来てる時あります。で、私が帰るコースにもね、あの時々止まってる電柱があるんですけども、その電柱にはまあなんか見晴らしがええんか、夜になると時々止まってそこから飛んで降りて帰りはネズミ取って食べてるみたいです。あれ、くるくるになってますか？ん？ちょっと場所変えてみます。それか一回ちょっとバケットを切って。今ちょっとつなぎ直しました。また一段と空の色が本当オレンジが濃くなってきました。みるみる色が変わっていきます。黄昏時にね、黄昏れてるゴールデンですね。ああ、そうですね。今のいいですね。柿のオレンジにね、似たオレンジです。本当、なんて表現しようかなまで考えてたんですけどね。柿の本もオレンジですね。センスいいですね。くれないという文字が頭に浮かんだんですけども、ちょっと違うなと思って考えてました。柿の、熟した柿の、熟しきってなるちょっと手前の柿の、色に近いですね。もう熟しきってますけどね、こいつはちょっとね。もうあとは言わんとこどうなっていくかは。腐るとは言わないですけどね、発酵するんかな。あ、はじめましての方もこんにちは。よろしくお願いします。本当綺麗な。富士山のね、見えるところ、昨日行ったんですけど、ちょっとね、ちょびっとだけね、見えました、稜線がね。山の形、頂上見えなかったですけど、昨日結構、富士山のね、左右の裾野と、8合目ぐらいまでかな、何合目なんかな、あれ、ちょっと上の方、雪は当然ないですけども、上の方結構見えてました。あ、柿巣作りますよ、もう用意してあります。前回ね、ちょっと大きな瓶を欲張って作ったらね、ちょっと失敗したんで、うまくできなかったね、一部しかできなくて、完全に全体がうまく巣にならなかったんでね、今回ちょっと小さい瓶を2つ用意してます。それをまた、ハクとブッキーがもう満足してたくさん今食べてますから、糖化はしたんだと思うんですよ。その糖を分解してアルコールになるんじゃなかったっけ。でアルコールになったものをまた酢に変化さすんじゃなかったっけ。あんまり詳しくないんで適当なこと言いませんけど、これ本当に肉眼で見るとね、雲が波打ってるように見えてすごい綺麗です。
ちょっともう一個のスマホでも撮っときたいぐらいですね。ちょっと本当いや、カキス、私はカキス自体は難しいとは思わないですよ。毎回ちゃんとできてたんでね。また、いつもの瓶に戻せばできるんだと思います。去年はね、ちょっと大きな瓶で作って、ちょっと失敗したという感じですね。あ、すごい綺麗ですね。太陽が山に沈んだ部分、またなんかね、肉眼で見るとね、上向いてちょっと柱みたいな風にね、明るい部分が上向いて伸びてます。あ、でもね、ちょっと離れたところはもう色が薄くなってきました。もう日が当たらなくなってきてますね。柿酢ね、上品ないい味ですよ。ちょっと柿の味もしますしね。柿の生酢を作ったりするときに、柿のないときに、柿の代わりに入れても美味しいと思います。私は本来の目的としては、体にいいっていうことやったんで、ハクとブッキーにね、ドッグフードにかけたりしてるけどね。まあ、贅沢な話ですけど、まあ、そのために作ったんで、それが本来の目的だったんで、はい、まだ前回作った分ちょっとあるんですけどね、ただ思ったほどたくさん取れなかったんで、つまみ食いばっかりしてたら、その時に雑菌が入ったのかもしれません。ああ、もうオレンジ色の熟した柿の色の部分がだんだん減ってきました。あ、もう茨城だと暗いんですね。ここらはまだね、大阪市内なんか行くと平野なんで、まだ多分ね、太陽が出てるか沈むかいうぐらいの時間帯だと思うんですけどね。ここはもう山なんで沈んでしまいましたけど、だいぶ違うんですね。今真ん中の画面の真ん中の山の稜線のちょっと下ぐらいが、山の中腹ぐらいが川尻っていうところです。真ん中が大阪府池田市の方向、国道423号線があの谷間を通ってます。こっち方向が茨城美濃の方向ですね。私がね、こうじっとしてるから、この子らも同じようにこうやって待ってくれます。自分らが何かしたいっていうのを押し殺してるのか、それともこれが好きでやってくれてるのかがね、ちょっとわからないところですけども、どっちもあるのかもしれません。そんな鶏さんとこ行こうか。だいぶ日も沈んでいったんで、鶏さんの様子を見に行きます。もうお家へ帰ってるかな。向き行こうか。鶏さんとこ行こう。ああ、熊本はまだ夕日があるんですね。違うんですね、やっぱりね。
ハクも行こうか。ゆっくりでいいからな。足気つけや。このね、草刈りした後はね、草の切り株が下から上を向いて出てるんでね、ほんと気つけんと足怪我します。時々実際怪我するんですけどね。私らもう裸足でここら歩けないです。痛くて足出す時に用心してます。いつも見ていただいている方もありがとうございます。ね、尻尾振りながらバランス取ってるように見えますよね。私もね、ほんと気付けんと階段で引っかかって、前はね、この土手をね、ちょっと分かりにくいんですけど、この 上の土手をね、座ってて電話が鳴ったんでね、ちょっと慌てて立ち上がろうと思ったらね、前へ行って飛び降りてしまったことがありました。急に電話が鳴ったんで慌てて取ろうとしたら、立ち上がろうとしたら前へ落ちていきました。ハクも前行って。ね、カキス体にいいらしいんですけどね、高いんですよ。買ったらほんとちょっとした 200cc ぐらいのボトルで買ったら2000円とかね、平気でしますんでね、本物だと。気付けんと売ってるやつはね、普通 の穀物酢や醸造酢に柿のエキスを混ぜた柿酢っていうのも売ってるんですよ。それだと普通に安いんですけどね。ただそれだったらわざわざ買わなくても自分で柿食べればいいことなんでね、柿のエキスが混ぜてある柿酢っていうのも売ってます。本当に柿をね、材料として柿だけでできるんでね、水もいらないです。勝手に水分かき、ああ、やけくそやな、お前。どうしたの、まだ勝てないんやろうか。あ、もうみんな帰ってます。いないんかなと思ったら、さようでございますか、全員帰ってましたか。みんな帰ってきてました。つつくな。今日は、もうちょっとね、やっぱだんだん日が暮れるのが早くなったんで、もう自分で帰ってましたね。なんかハクちゃんが焼き餅焼いてます。何やハクちゃん、なんかハクがマウンティングしてアピールしてます。おーい、また明日ね。ぶっちゃんもね、ハクちゃんも焼き餅焼きなんですけどね、ハクは焼き餅焼いた時に
いぶきが優しいのいうことに平気でマウンティングするんですよね。マウンティングね、全部が焼き餅とは言いませんけどね、焼き餅焼いた時も、その犬が優位な立場にいてる犬であれば、自分よりも下の犬やとマウンティングすることはあります。順位付けが一応あって、もしね、いぶきの方が順位が吐くよりも上やという意識があれば、何言うてんねんって言って文句言うて、あの時喧嘩になるんですけどね。いぶきは吐くよりも遠慮してくれてるんで、ハクは自分の方がブッキーよりも、まあ、上という意識がきっとあるんだと思います。だからそういう面ではブッキーはハクを立ててくれてると思います。ハク、ハク恥ずかしいよ、みんな見てるよ。この時にね、武器は怒らないんでね、この順位付けを認めてるんだと思います。隣の白はよく、かき食う白だ。こうやってね、こっちをじっと凝視されるとね、ちょっと怖いんですけどね、この間も、なんか見てるなと思ってたら、そこのところひょこっと鹿が出てきて、それはね覚えてるんで、まあ見てるんだと思います。よし、シャク。はい、頭にね、このちょっと猪小槌がつって、もうハクやめなさいって、ハクハクハクやめなさい、ハク猪小槌ついてる。マウンティングされても怒らないのが9歳のいぶき。このマウンティングする下品なおばちゃん熟女が、このハク10歳でぶきが焼き餅焼いて手をね取りに行きます。ご近所さんの犬が鳴いてます。ハクハクちゃうよ。首の伸びてんのがハクです。右側のお尻の大きなのがいぶきです。草はね、コーム、串を入れるとね、スッと取れるんでね、大丈夫です。それをね、シャンプーしょっちゅうしてると、ダメよ。シャンプーしょっちゅうしてるとね、それも絡まるんでね、ちょっと取りにくくなりますけどね。ダメよ。ワンちゃん泣いてるだけって。なんかね、ワンちゃんの言葉でなんか近くに何か来とるとかって言うてんのかもしれませんけどね、それを聞いてどこやどこやって探してんのかもしれないです。はい、吐く、武器、はい、ぶっちゃんは、ぶっちゃん乗れへんの、はい、ぶっちゃん乗って、はい、乗したるから、はい、はい、はいはい、ハクハク、よしよし、
何？今日もね、ちょっと、時間があったんでゆっくりやらせてもらいました。たくさんの方見ていただいてありがとうございました。明日はね、ひょっとしたらまた前に見ていただいた方は分かるかもしれませんが、奈良県の東吉野へまたちょっと倉庫をね、引き取りにレンタカーでちょっと明日は夜行くかもしれないんで、明日のこの時間のライブストリーミングっていうのはちょっとできないかもしれません。はい、今目が光って映ってますけど、これ琥珀です。向こうはもう毛繕いを始めた息吹です。はい、毛繕いしたかんとおちゃんと入られへんかなって言ってるかもしれません。ちょっとね、コメントパタパタっと入った分が読めてないんで、また帰宅してから読ませてもらいたいと思います。いつもたくさんのチャット、コメント、たくさんの方にご覧いただいて、私もやりがいありますし楽しいです。はい、今日も、もう1時間超えました。長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。ここはもう日が妙見山に沈んだ大阪豊野郡豊野町桐畑っていうとこです。また明後日ライブがもしできればやりたいと思いますんで、その時はよろしくお願いします。はい、たくさん見ていただいてありがとうございました。では失礼します。手前が琥珀、奥側が伊吹でした。ありがとうございました。